マジで今日寒い、本当に。なんか買い物に行ったけど、めっちゃ寒かった。うってなったよね。寒すぎて無理。今日波動じゃん。どうなったんやろね。今絶賛やってる最中。いや、さすがに終わったか。2位だったんだ。おお、でもいいんちゃう、いいんちゃう、2位って。いい結果、いい結果。いいですね。2位、素敵。今日さよなら毛利さんがありますんで、私後日配信しますんで、当日配信はなんか当日配信でもいいかなって思っててんけど、前回当日配信にしたら結構多分時間帯とかにもよると思うんですけど、前回の占いの時さ、当日にした時さ、もう電波が悪すぎてさ、全然見えなかったじゃないですか。途切れ途切れで何言ってんのか分からなかったから、なんかせっかく起きて、なんかそれしても、もしその時間、なんかその時間帯いつもテレビつけてないからさ、どうなのか分かんなくて、なんかまた映らないんやったら意味ないなと思って、やる意味だって何言っとんか分からんしさ、なんか何のシーンなんかも分からんから、話が進まんし、話同時視聴の意味がないから、だったら後日配信で、TVer の見逃し配信とかなんか見て、後日の配信の時にさ、なんか「あのシーンのあれはでしたね」とかって言った方がいいなって。何がさ、抜粋されて何がカットされてるかとかもわからないじゃないですか、放送を見ないと。だからあれなんで、まあ、後日普通に感想配信、後日配信だとそうなるのかな、にしようと思いましてね、やめました、今回は当日配信。最近ね、なんかね、調子いい時はいいんですけどね、でもなんか悪い時は悪いね、相変わらず。多分時間帯もあるかもしれない。結構夜とか昼とかは結構ね、ざらついてる。だからもしかしたら人がいっぱい見てる時間帯とかがダメなのかもしれない。どうなんやろ。結構バラバラやからな、見えへんくなるとき。なんかこれがこうっていうのが特にないから。今までなかったんですけどね。まあ分かんないです。まあ後日発表になったんですけど、まあ後日配信でっていう感じですね、私は。
時間はね、決めてない。いつやろうかなって感じ。見て。いつやろうかな、マジで。昼ぐらいにやろうかなって思ってたりもするんだよね。昼過ぎぐらいにね、やろうかなって思ってるけど、そうね。マジで鼻寒い。鼻だけが冷える。なんかやっぱ人の顔で一番鼻が出っ張っとるからさ、なんか一番鼻が寒い。鼻冷たい。ね、マジで鼻ってなんであんな冷たくなるんですかね。マジでよくわからん。あ、4月30行くよ、だってピンク2本振るね、だってありがとう。そっか、4月30日のコンサートの当落ってもう出てるやんな。1月11日までやったもんな、あれ。その後一般発売みたいなのとかもあったんやけど、あれちゃうっけな 忘れちゃった。あ、そうや、今日のロガールのさ、私服撮影のやつ下尾だったね。じゃあ渡すは明日かな。渡すは明日だかな。明日かな、明後日かな、いつかな、私の出番いつ いつ。なんかシンプルに私は自分の写りがとにかく本当に気になる。科目じゃないんか、だって。ああ、そういうこと？火曜日木曜日に更新ってこと？いや、知らん、その規則性は。4月の飛行機予約した、だと。おお、早いね。部屋にいるとめっちゃ冷たくなる。いや、それな、末端冷え性やけんさ、ゆなもさ、家におるときさ、足と手と鼻はめっちゃ寒くなる。だけどこたつがあるんやけども、こたつない、こたつ出すまではもうなんか暖房つけてもあったかい空気って上に行くやん。で、暖房をめっちゃこう下に向けてやってんねんけど、下に向けてやってんねんけど、結局上に行ってもう末端がキンキンすぎてほんまにやばかった。だからこたつないとほんまに無理。もうこたつ、もうこたつあるともう本当に天国、うわ最高ってなる。ないと風邪ひくわ、多分。あっち冬にこたつないともう風邪ひいちゃう。寒すぎて無理、末端が冷えすぎて無理。耳はね、耳は別に外じゃないとなんないない。家の中で耳が痛くなることはないな。外は良くなるけど。湯たんぽか、湯たんぽは使わないな。湯たんぽは使わないな。なんか湯たんぽって昔、実家で寝るときとか使っとったけど、湯たんぽってさ、結構低温やけどとかがさ、みたいな感じで結構危ないみたいなずっと言われとったりとかするやんか。やっぱ結構寝るときはね、もうそのままくるまってね、ちっちゃくなって寝てますね、私の場合。サーキュレーター、あー、サーキュレーターね。まあでもこたつあるからいいかなーって感じ あー、ホットカーペット、あー、わかる。ホットカーペットいいよな。うちもさ、
ホットカーペットかこたつやな。でもホットカーペット持ってへんからこたつ使ってんねんけど、でもこのこたつもさ、もう違う、高校生の時はずっと使っとるから、もうむちゃくちゃ年なんよね。そろそろダメになりそう。そう、ホットカーペットいいね。ホットカーペットいいよね。ホットカーペットだったら足もあったかい、あったかい、あの末端冷え性にはならんよね。ホットカーペットでもさ、最高にさ、布団敷いて寝ちゃいそうね。マジで布団敷いたら寝れそうな気がする。床暖の家に憧れる。いやマジそれな、うちも床暖なんてどこにもないよ。実家一時期ホットカーペットとか使ってた気するけどね。でも今はもうこたつやな。床暖っていいよな。でも床暖ある家って最近の新しい家ばっかやんな。床暖欲しいわ。やっぱりジェラピケでしょ。だってあ、ジェラピケは本当にあったかい。あれめちゃくちゃあったかい。なんでなんだ、家の中にいるときヒートテックゲーム毛布にくるまってめっちゃ節約やん。布団の中に入れるのもあれ、何、床暖をっていうこと？やっぱホットカーペットの上に布団敷いてる。やっぱりそうなんやな。ホットカーペットあったかい、だってすぐ寝る。だってわかる、うちもこたつですぐ寝る一畳のホットカーペットあるよ、ちょうど一人分。一畳じゃちっちゃすぎるわ、さすがに。そんな家ちっちゃくないからな。しかも一人分って、私二人暮らしやし、そうやな、一人分じゃちょっと意味がないかもしれないな。それなりのでかさがないとやっぱり。高校の時はね、じゃあパジャマ代わりに使ってますでもおるよね、そういう子。あのジャージパジャマにしてる子おるよな。わかる。湯たんぽやってるしね。そうなん。ホットカーペットはなんとかの上に置いてないの。布団の上逆か こたつで寝たら汗かいてるけど、どんだけ熱いこたつにしてる。うわー、人をダメにするクッション。うわー、ヨギボーとか置いてたらもう私本当にぐうたら人間になっちゃうわ。基本的に一日の半分横になってるからな。ずーっと寝ちゃう、すぐ寝ちゃう。ご飯食べてすぐ横になっちゃうからさ、本当に。私もジャージパジャマにしてる。だって仲間があったよ、ここに マジでヨギボーはほんまにあかんくなるなと思う。欲しいけどほんまにダメになりそうやから、ヨギボーには手出せへんな、やっぱ。ほんまに動かへんくなるわ、うち多分。ほんまに動けへんくなる。動きたいな思ってても、動く気力をなくしてきそう、ヨギボーが。でもめっちゃヨギボー欲しいっていうのめっちゃ憧れる。もうあんなんあったら最後はもう、なんならそこで寝落ちしそう、ユリナ疲れてる時とか。もうなんかこれ以上ダメ人間になったらあかんから、もうヨギボーはあえてもう手を出さないな。めっちゃ欲しいねんけど、これ以上ちょっとダメ人間になったらあかんな思って、そうあかんなって思ってあえて手を出さない。ほんまに自分は寝る前の10分くらい暖房つけるんですけど、皆さんどれぐらいつけるんですか？私寝るとき暖房一切つけてない。だからあんまりなんかめっちゃ眠なってきたなーとかって思うやん。めっちゃ眠なってきたなーとかって思って、よし寝ようって思うやん。寒いからめっちゃ目覚めんので、そこでだいたい布団の中で1時間ちょっとぐらいゴロゴロして
眠さに耐えれず寝る。自分の熱で温まってきてちょっと眠なってきて寝るって感じ。そうなんか寝るときいつも眠いのに寒さで目覚めるから布団の中でゴロゴロしてる。やっぱ家から出れへんくなるよな。わかる、私引きこもりに拍車かかってしまいそう。ユギボーにもたれかかって漫画とかアニメとかめっちゃ見てそうじゃない。想像つくわ自分。うわなんか想像つきすぎて嫌やわ自分。うんね、暖房ね、なんか空気乾燥しそうで嫌やな思ってつけへん。空気乾燥しそうで嫌やんつけへ ん, なんか空気清浄機は回してるけど、なんか布団ってさホコリやからさ、ハウスダストアレルギーあるからさ、空気清浄機はめっちゃつけて前にずっとつけて寝てる。起きる寝るときスイッチ押して起きるときスイッチ消してる。この時期布団から出れないね、マジで出れない。この時期は本当に布団から出れないし、なんなら冬眠でマジ朝早く起きられへん。うん、ほんまに。そう、もうほんまに朝早いのが大勢も苦手やから、より一層朝早いの苦手。昼まで寝れる。なんか冬ってほんま冬眠やから、ほんま冬まで寝ちゃう。なんもないときは。12時はさすがに越さないように起きてるんですけど、マジで11時とか11時半までとか寝ちゃってるときはマジで寝ちゃってる。うん、絶対に昼は越さないで起こうと思って。でも、そうしてるんやけど、でもなんか最近自分のなんかある一定時間からずっと眠り浅いねん。なんか一回絶対パッて起きんので、時間見るやん、6時とかな、7時とか早っってなるやん。でもう一回寝るんやんか。で9時ぐらいからだんだん本当に若干うっすら意識ある中で寝てる。なんか睡眠が急に浅くなるの。なんかほんと一瞬起きてる、起きても起きてる風になるぐらいずっとなんか睡眠浅くて、だから浅いから夢も見てるんやんか。そう起きる時まで夢見てたりとかしてさ、なんかあんま寝た気せんのよね。めっちゃ寝てるんやけど、11時半とかまで寝てる時は寝てるんやけど、うん、なんか寝た気があんまりせえへんくて、そうやだよね。目覚まし、だいたい目覚ましって遅めに設定してるで、目覚まし乗る前に起きちゃうけど、そう。でもうちはだいたい朝が早いと、朝早めに一回例えばじゃあ仕事があると起きるとするやんか、まあ、家でなんか家で仕事があるとするやんか。そしたらな、絶対もう一度寝ようって思うやん、寝られへんの。眠い眠いってなって結局16時とか17時とか18時ぐらい、もうほんま寝たら夜寝られんくなるよっていう時間帯に猛烈な睡魔が襲ってきて、気づいたら寝てんの。そうで夜が寝れへんくなるっていうマジで悪循環。でもなんか気づいたら寝てるんよ、別に意識してないから。ほんまに気づいたら寝てるから、起きて寝とったってなるの。そうだから二の寝できん代わりに夜に眠くなる。夕方夜頃に猛烈な睡魔に襲われて、それで今日も寝てしまった。もう最悪やん、もう起きたら寝ててんけど、自分びっくりしたわ。と思って、そうってなって、やばいってなって、晩ご飯作ろうって言って晩ご飯作って、そうってな感じよ。ほんまに寝起きやったからちょっと若干めんどくさかったよな。そう若干めんどくさかったよね、ご飯作るの。絶対一人やったら作ってないなって、カップラーメンにしてたなと思うけど、まあ妹も食べるからご飯作ったけど、
インスタのストーリーにご飯作ったの、今日ご飯作ったの載せてるから、まあよかったら見てください。あとプラメにも載せたけどね、プラメ撮ってる人は見てくれたかな。そうでも結構なんか寝落ちしとったりとかして、寝起きで何かすることめちゃくちゃ多いかも。なんか例えば買い物に行かんといかんかったけど、買い物に行ってなくて、まあ夕方ぐらいにさ寝てしまうとするやん、まあ、昼から夕方ぐらいにかけて寝るとするやん、まあ、例えばじゃあ16時ぐらいまで、16時17時ぐらいまで寝るとするやん、でパッと起きるん、うわ寝とったわってなるやん、でもうやばい買い物行ってへんわと思って、もうその寝起きのまんま買い物行くからな、起きてすぐもう準備してマスクアウターやってこうやってこうやってってスーパー行ってくる結構寝起きで、そうあ行かなあかんって思ってバーって結構行くタイプやな。なんかうわめんどくさーってなって、なんかもう行くのやめたとかはあんまならんね、行かんとあかんって思ったら。なんか多分それは食に執着があるかないかやと思うねん。そう私はほんまに食に対しての執着すごいから、そう買い物に行かんかったら晩ご飯の作る材料もなければ、明日の朝食べる菓子パンもないから、そう買い物に行くっていう感じで、なんか結局ダラダラしてもさ行かなあかん、外がさ最近暗くなるの早いやん、暗くなっていくのってさなんかテンション下がるやん か、 なんか明るいうちになるべく行きたいわけ私は。だからもうそういう感じで夕方とかにパッと起きたらもうすぐ行くすぐみたいな、そんな感じ。そう逆に妹はあんまり執着ないから、なんか本当にめんどくさかったら一日中家から出ないし、なんか別になんか食べるもんなくてもじゃあいいやみたいな結構タイプなの。そう食べるもんなくても別にいいやっていうタイプやから、ほんまにすごいなって逆に思うよね。私はもう何が何でも行くで自分何が何でも行っちゃうっていうのがあるけんさ、そうなんか別に行かんでもいいやってなる選択肢があるのがすごいマジでほんまに。そうほんまにすごい。そうすごいなと思っちゃう。私は絶対に、買いに行くし、しちゃうんだけどな。そうなんだよな。そうなんだよな。なんか絶対買いに行く。まあでもなんか結構やっぱりメンバーあるある、痩せるってなる。メンバーあるあるは本当にあんまり食に執着がないとかで、まあ例えばじゃあ休みの日です、そしたらもう一日中家から出ないっていうメンバー結構多くて、なんか一日中家から出ない、まあ別にもう食べるもん家であるもんで何でもいいわ適当にとか、もうぶっちゃけなんかそこまでもう外に出るのもめんどくさいみたいな、でももっと行くと歩くのがめんどくさいってなって、ご飯を作りに台所まで行くのがめんどくさい、カップラーメンだったとしてもそれお湯をあれするのがめんどくさい、だから食べない、だから痩せるっていうメンバーもすごい多いですよ。休みで痩せるメンバーは結構それが多いらしいです。全然食べなくても平気みたいな、動く方がめんどくさいからじゃあ食べませんっていうのもあるらしくて、マジですごいと思う。私めちゃくちゃ逆、家にいる時ほどめちゃくちゃ食べる、逆に外に仕事ってなったら完食することも少ないし、家にいる時ほど完食もしないし、そうだからお家におる時ほどむちゃくちゃ食べちゃう、なんか常に食べてしまうみたいな感じだから、私は仕事してる時の方がいいんですよ。だから仕事がいっぱいある時の方が痩せてる、まあ動くしね、消費もすごいっていうのもあるんやけど、そう家にいる時の方が太る、なんか休みが長い時とかは太る。だってさ、まあなんか自炊してるのは見てくれたら分かると思うねんけどさ、まあ、しっかりね米も食べてるしね、動かへんのにしっかり米食べてるからさ、そう
そう、私はもう絶対に食べないと生きていけない人だから、もう食べなくても生きる人が本当に羨ましい。本当に羨ましい。私ね、本当胃袋がね、本当にね、ちょっとね、クレイジーボンボンなんですわ。本当になんかみんなに見せたらマジでドン引きされそうやからちょっと言わへんけど、みんなになんか一日の食事メニューとか教えたら、多分なんかもうちょっと考えなさいとか、なんか食べ過ぎだよとか、太るからやめなよって絶対言われるから、絶対言わへんけど、絶対言わへんけど、なんかそうやって太るよとか食べ過ぎちゃうって言われることがストレスやから、でそしたら余計に食べちゃうの私。あのストレスでね、私物が食べれなくなるんじゃなくて、ストレスで過食しちゃうタイプの人やから、そうより一層食べちゃうので、あのあんまり気にしないように してるそうそうなんですよね、分かってるよって思っちゃう言われなくてもアイドルやから、分かってるよって思っちゃうからそう、なんかいっぱい食べる、いっぱい食べるの大好き、美味しいよね本当に本当はそのストレスすごい、ありがとう嬉しい。でも妹にも言われる、マジで食生活やばすぎって、昨日も言われた、マジで食生活やばすぎって食べ過ぎやでってめっちゃ言われる、あんまりなんか私がそんなに食べてたらもっと太っちゃうんやけどとかね言われるね。うん、そうそうなんだ、多分普通に私がそれぐらい食べたら60キロぐらいいきそうやけどなとか言われる。多分ね、食べてるものもご飯もしっかり食べてるし、なんならチョコレートとかポテチとかも大好きで毎日食べてるから、多分そういうのもあるかもしれない。うーんね、いや太りづらい体質ではないよ、しっかり太るよ。そうでもなんか確実に太ってても太ってるって分かりづらいのと、逆に痩せても痩せたって分かりづらい。だからなんかいいんか悪いんかは正直分からんけど、うん、太ってもなんかすごい上限超えたら太ったって分かるけど、そう、でも逆に頑張って痩せても痩せてるって分かりづらい。だからね、なんかよし悪しはめちゃくちゃあるかも。うん、そうね、なんか頑張ってダイエットしたとて分からんし、逆にいっぱい食べちゃって太ったなってなったと、自分とか家族とか分かんの、最近太ってるよって分かるし、自分も分かるんやけど、はたから見たらメンバーとかも仰天はあんまり太ったり痩せたりしてるイメージないって言われるぐらいあんま変動なくて、そうだけど痩せても本当にわからんほんとこけるぐらい痩せんとわからん。まあいいんか悪いんかは微妙いね。うん、私あどこに、でも結構つきますよ、私は顔とお腹と二の腕とか上半身だな、私はすごくにつく、お肉がっていうか太ったら、うん、そこが結構太りやすいかな。でも服着てるから分からへんだけそう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 、まあそんな感じで、じゃあちょっとそれぼちぼちぼちちょっと終了にしないといけないお時間がやってきてしまいましたので、
終了にしますわよ皆さん、イエーイ。ま、今日も私のご飯は美味しそうだったっていう、美味しそうだった、美味しかったっていう報告です。マジで食べること本当幸せ、マジで、あー最高、生きてるって素晴らしいね、美味しいと感じる、まあ最高だぜ、マジで。いえ、明日は、あ違う、明日はなくて明後日がオンラインお話し会ですね。皆さん明後日、し明後日、明日オンライン話し会ですね、お待ちしております。じゃあランキング、食べす、あ間違えた、13位食べすぎのみすぎさん、ゆなとえもこでき愛中だって、ありがとう。12位むせ、読めないんだけど、なんて読むんだろう、 TTTSUYA さん。11位ほのくさん。10位テンポさん。9位マカオのりゅうさん。8位変わったんだけど、じゃあちょっともう一回、13位ほのかさん、12位近いしさん、11位てんぽさん、10位マカオのりゅうさん、9位にけおさん、8位ゆったんさん、7位てんてんてんさん、6位さわまささん、舞台出演、あ間違えた、舞台主演おめでとう、今回も楽しみだって、ありがとう、お待ちしております。5位まさとさん、4位タルタルソースタルさん、3位ソゾゾゾゾディさん、2位あきひこさん、そして今日の第1位はつーちゃんです。遅く今日めっちゃ噛むな、ダメだこりゃ、遅くなったけど舞台初主演おめでとうございました、ありがとう、頑張りやす。はい、というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールーム、明日、あそう明日ね、だからショールームじゃなくてもうダメだダメだ、何言ってるのかわからん、さよならモーリーさん、さよならモーリーさんの非選抜会だったかなのやつ、あの出ます、後日配信しますんで、多分昼ぐらい、昼過ぎぐらいにするって思ってるけど、まあ近々近づいてきたら何時にやれますって言いますわ。昼過ぎぐらいに、もしかしたら3時のおやつぐらいかもしれんけど、よかったら遊びに来てね。ぜひ今日見える方はね、リアタイ視聴してください。ちょっと私ね、テレビの調子が悪いから今回リアタイ視聴にしなかったんですよね。後日配信にしたんで、まあ放送されてる地域の人はぜひ見てください。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。バイバーイ。